そうですね、はい、さて前半が終了いたしました。17対0今映っております、これがエリザベス・カメロンさんです。17対0前半終わりまして、オックスフォードが17点をリードしております。息子のショーンは彼なりの小さい窓で、母親の私は私なりの大きな窓で世の中を見ています。そこで感じたことを経験したことを教えたり教えられたりしていると、お互いの窓が2倍にも3倍にも大きくなっていくんです。そんなことがコミュニケーションだと私は思います。人の間に KDD。 新生日本代表とオックスフォードの試合ですが、オックスフォードが17対0と17点リードして前半終わりました。オックスフォードもミスがあって、日本もつけ入る隙もあったんですが、しかし得点できません。この辺りの差は堀越さん、どんなところでしょうね、はい、そうですね、はい、日本がですね、はい、今一つその全般見ますと、チームの戦法がですね、はい、絞り切れてないという感じですね、うん、はい、もう少しその日本のペースの試合展開ができてないのでですね、はい、相手にミスが出てもどうしてもなんか少し5点になっちゃうということで、オックスフォードペースで終始、はい、推移してますね。そのオックスフォードペースをこの後どういうふうに変えていこうかというところですが、これは、やはりですね、はい、攻撃のあの的を絞る、こことここが相手は弱いんで、ここから切り崩していけというそのチームとしての意思統一、はい、それからあとはですね、もっともっとそのポイントポイントに早く動くということですね、はいはいはい、詳しくはまたお知らせの後でお伺いしたいと思います。一旦お知らせをご覧ください。目にはボールしか映らない、言葉は叫びにしかならない、ノーサイド、敵と味方が一つになる、熱い心が通い合う、言葉を超え国を超え、ノーサイドの心でコミュニケーション。オートメーションのA の前にいろいろな頭文字がつくようになりました。プロセスオートメーション、ファクトリーオートメーション、ビルオートメーション、オフィスオートメーション、みんな横川電機の技術です。豊かさのためのオートメーション、横川電機です。さてこれから後半が始まりますが、解説の堀越さん、はい、さてそのオックスフォードの弱いところ、前半でもお聞きしましたが、さて前半を見て日本がどう攻めればいいかというところになりますがね、はいはい、一つは走り勝ってですね、はい、できるだけボールをつないでいくということで、はい、前半見てますと一時の攻めをやってダメだとすぐ蹴りに行ってますから、はい、これですとチャンスになりません、はい、タッチに出してもラインアウトで取られてしまうというパターンですから、はい、先手先手を取って仕掛け仕掛けでつないでいってですね、切り口見つけていくと、それともプレッシャー、はい、スクラムからプレッシャーかけて優位な局面作るということですね、はいはい、あとはですね、はい、オクソードのバックラインが比較的ディフェンスがゆったりと出てきてため気味に出てきますのでね、そこら辺のところで早い仕掛けで縦について出るというのも面白いんじゃないでしょうか、はい、そうですね、はい、さあラインアウトになります。22メーターラインの内側、まあ、日本ボールをこうして持ったんですが、オクソードのキックオフ、しかしこれを蹴りましてタッチへ出て、そしてラインアウトになっています。このラインアウトの回数が多ければ多いほど、おお、これはドロップゴールを狙う、入りません。もう一つはですね、はい、ミス、
はい、オックスフォードも結構ミス出してるんですね、はい、それでこういう単独チームの場合はですね、やはり相当いい選手もいっぱい入ってますけど、その選手層がですね、はい、ばらつきがありますので、どうしてもそのオールブラックスみたいなチームに比べてミスは出るんですね、そのミスをついていく、はい、今も向こうがノックオンしたところですね、はい、突ききれませんでしたね、それをまたこっちがノックオンしたのをドロップキックされたということですから、はい、さあオックスフォードボールが出そうです。出たカークからスミス上げる左オープンへ、そしてこれは戻ってきたのは日本、ボールを取りました。しかし2人がかりです。さあ日本フォワードがずーっと攻めてくる。ボールが出るのは日本サイドのようですが反則がありました。オックスフォードに反則です。日本堀越がボールを持っています。10番の平尾、ちょうど22メーターラインのご覧の位置です。今おそらくですね、はい、日本選手がダンボールしようとしたんですけどボールを離させないという、はい、あ、なるほど、反則だと思います。ヘルドですね、はい、こういう反則をしますとね、はい、オックスフォードのようなチームの選手です非常に怒るんですけどもねプレーを止められると、はい、ということをしますと怒るんですが、今日はこれでオックスフォードは2つやってますね、ヘルドね。そうですね、はい、ゲームの改正今年は大幅にありましたが、このあたりの改定は、ゲームを切らないで続けていくというのが一つの思想の中に入っております。さあその思想通りに日本が動きますと非常に国際試合でも通用する強いチームになるという、そういう観点もあります。さあマークです。フェアキャッチ、ひときわ堀越160センチですが声の方はひときわ大きいようですね、この人は放送席まで聞こえてまいりました。今マークしましたけどこれは国際ルールですから、はい、あそこから、まあ、あのこうやって仕掛けるしかないですね、はい、さあこれでまた22メーターラインの外にちょうど出たところです。オックスフォードボールのラインアウトです。さあソード、おっとボール持ちました。さあ今度は逆へ、10番スミスからエヴァンスへ、そして1人飛ばしました。14番のウィリアムが来ています。これタックル日本、反則は日本にありました。しかもゴールポストに非常に近いところです。ここから、はい、決められますね。そうですね、ブライアンスミスが来ています。先ほどのハーフタイム、オックスフォードの円陣の中ではカークが指示を与えていました。一流中の一流プレイヤーがいます。そしてこのブライアン・スミスはワラビーズのスタンドオフです。ペナルティーゴールが決まりました。3点を追加いたしましたオックスフォード、後半の3分です。これで20対0オックスフォードが20点をリードいたしました。バイオテクノロジー、ビルオートメーション、コンピューターグラフィックス、 CT スキャン、昨日までのエンジニアの夢がどんどん現実になってきた。ハイビジョン、リニアモーターカー、ファクトリーオートメーション、オプトエレクトロニクス、スペースコロニー、テクノポリス、テレコンポエレクトロニクスを支える横川電機からデジタルオシロスコープ新登場、計測制御情報の横川電機です。キックの応酬です。さあオックスフォードが蹴ります。11番吉田が帰ってきます。ノータッチだ。そして今度は日本蹴る、19番フルバックの向井。ああいうとこはつないでいかないと、はい、日本としては苦しくなりますよね、はい、そうですね、キックに頼っていちゃいけませんね、はい、さあ上げて今度はラッシュしてくる。フルバックが来ています。ドーンとぶつかりました。15番フルバックのクック。さあポイントができました。カークから左へ回します。1人飛ばしました。いいタックルでしたが、しかしこれは倒れません。13番のエヴァンズです。今助かりましたね、はい、回されたら怖かったですけどね。なるほどね、はい、ずっと左にラインができていました。そのラインにボールが回っていきません。さあ今度はスクラムになります。堀越がボールを入れました。さあパスアウトして
人前出て飛ばして、これはオフサイドになりますか。スローフォワードですか。スローフォワードですか。はい、インターフェアですね。ははちょっとシャドープレーといいますか、はい、相手のディフェンスに出る選手を邪魔したということですね。一人前出てましたからね、はいはい、ボールプレーしない選手がそのボールを隠すように出てまいりました。ペナルティーキックを得ましたオックスフォード、ちょうどハーフウェイラインの上です。ここから蹴ります。10番のブライアン・スミスです。第4戦からチームに合流いたしましたブライアン・スミス、来日がスミスは遅れました。距離はちょっと足りない。さあ今度は日本カウンターアタックに出るか、向こう側へ蹴る、距離は十分稼いだようです。いいタッチでだったですね。そうですね、これでハーフウェイラインのすぐ近くまで返しました。ノックバックしました。んと笛は、これはオフストラック、そうですね、はい、日本の選手があの、はい、潰しに出るところをですね、ジャージを引っ張って、なるほど、引き止めたかなんかしたんでしょうね、はい、さあチョンゲルから突っ込んでいく、またオックソードに反則があったようです。倒れ込みですね、はい、日本側が、日本側が、はい、ああそうですか、はいはい、日本側5番の大八木でしょうかね、大八木は行ってその次ですね、その次にここで倒れ込んだんでしょうね。ははなるほど、今度はオックソードペナルティーキックを得ました。キックのポイントは10メーターラインのところです。このスミスですけどね、はい、あのワラビースにはオーストラリアのワラビースには、はい、マイケル・ライナーというナンバーワンのスタンドオフがいるんですね、はい、で実情このスミスは2番手ですので、なるほど、それでこれだけのゴールキックとですね、ランニングキッキングやるんですから、はい、やはり層が厚いんですね、はい、今度はオーストラリア、オックスフォードに反則がありました。おっとボールがサインプレーですけども、うまく渡りませんでした。そして蹴って内側へ、しかしその前に笛です。全日本メンバー合計23名中半数以上の12名がニューフェイス、新人であります。今日のメンバーでは15人中5人が新人が入っています。9月の初旬から練習をいたしました。このメンバーで練習をしています。そうです、こういうふうにですね、はい、もっと押せるはずですね、十分にフォワードは力があります。今ちょっと早いですね、レフェリーの判断が、はい、あの今年からルール改正になりましてね、スクラムがその肩の線が90度以上回るとスクラムアゲンなんですが、はい、ちょっと今早かったようですね、はい、この辺でまだ50度、60度ぐらいですから、はい、今度はタッチへ、まあ、自陣深いところですからこの辺りでのタッチキックは仕方がありませんか、さあオクソード、ベッシーのところでループと言ってましたけど、はい、はあはあ、果たしてやりますかね。まあ、こうして見ていましてもね、日本の場合、フォワードが今日はなかなかいいと、あとは展開をいかにするかというところにどうしてもなってきますね、おっとオフサイドですね。オフサイドですか、はい、あの日本がですね、日本に反則がありましたね。オブストラクションですね。ここでカークが来ています。またペナルティーキックを得ましたオックスフォード、
今度は22メーターラインのすぐ後ろのところです。日比野監督はとにかく日本の場合展開ラグビーの徹底こそが生き残る道、そのためにはコンピューターのような正確な精密機械のようなチーム作りが必要だと、こういうふうに話していますが、切れました。先ほどの日本の平尾と同じような切れ方をいたしました。さあその精密機械、まだこうやって15人がね完全にこうまとまって次々と展開していくようなプレーにはまだなってませんね。チャンスボールが出ませんね、はい、チャンスボールが出ない、はい、いわゆる生きたボール、そのチャンスボールが出てまいりません、はい、ブラインドサイドに上げました。11番の吉田が下がっていきます。ボールを取ってそのまま持って出ました。オックスフォードボールラインアウト、22メーターラインとゴールライン、その中間あたりになります。さあオックスフォードボール、20対0とオックスフォードがリードしています。この笛は リフティングですね、はい、ラインアウトで、なるほど、はい、コーカーですか、はい、この辺を持ち上げて取ろうとした選手を、はい、ね、自分の背の高さでもう一つまた高くしようと、そんなことしなくてもオックスフォード取れそうな感じがするんですがね198センチ2メートル近い大男がいるんですけれども、それをまたリフティングしました。いつもの癖が出たんですかね。なるほどね日本は桜の花、この桜の花を胸につけています。オックスフォードのエンブレムは王冠です。さすがにイギリスの名門オックスフォード、王冠を胸につけています。あと前、今のようなところですね、はい、あの辺のミスのボールに仕掛けきれないんですね。なるほど、もう少しドリブルで足を使ってドリブルでいったら面白かったでしょうけどね、はい、そういう敵のミスをうまく結びつけたいところですが、まだまだそういうミスを自分のものにしていません。さあスミスが上げました。ラッシュしてくるオックスフォード、日本の方にノックオンが、オックスフォードにありました、ね、はい、日本ボールのスクラムになります。笛、フットアップですね、はい、今のスクラムで反則がありました。フリーキックになります。ここ今度狙いませんね、はい、タッチキックいきましたね。あ、フリーキックですね、フリーキックですね、失礼しました、はい、狙いのところですが、しかしこれでゴールラインまで 2,3 メーターのところまでこうして本当に正確に押し込んできます。どうだ、タッチダウンは日本。やっとのことで14番の国皿、さあロングスローを見せまして、ここでしかしタックルを受けて捕まっています。危なかったですね、こぼれ球やっとのことで持ちました。さあこれで5メータースクラムになっています。さあサインプレーは1人かわして14番ウィリアムズが来ています。しかしこれを倒しました11番の吉田、明治2年生、外へ出しました。今よく止めましたね、はい、11番の吉田が止めました。今のリプレーが出ます。これはもう決まったかなと思えるようなね、向こうとしてはサインプレーなんですがね、これをよく11番の吉田が止めました。あの辺のスクラムは一番ディフェンスしにくい位置なんですね、はい、相手のスタンドオフフルバックが両側攻めてこれますのでね、そうですね、さあ各から今度は左へ14番のウィリアムズが来ていました。そのウィリアムズへ反則はオックスフォードです。14番のウィリアムズに反則がありました。さあ向こう側へ蹴りました日本、ボールは点々している。さあ帰るオックスフォード、11番のベッシュが帰りました。これをタックルいきます。1つ2つタックルを返しました。そして相手の背後に蹴る日本、さあ帰る12番の日本は今駒です。ずっと向こう側今度走っていく、そしてつなぐ前出ようとする日本、日本代表がずっとボールをつないでいます。なんとかボールをつなぎたい、タックルを受ける、これもつないだ、これもつないだ、2人がかりのタックルですが、これを持ってまだつないでいます。フォワードが来ています。
さあ今度は左へ展開、左へ展開、さあ展開ラグビーができるか、これ捕まって笛、捕まってラックになったところでボールをノックオンでしょうかね、前へ出したというところですね。しかし長い日本のこの展開ラグビーでした。なかなかよく走ったんですけどね、はい、もう少し縦に出る動きですね、はい、その辺を織り交ぜると面白かったですね。そうですね、今最初、はい、際どいノックオンだったですけどね。そうですね、ボールが前ちょっとこぼれたんでしょうね。さっき平尾がですね、はい、相手のディフェンスの陣形ギャップを非常によく見てましてね、はい、相手のいないところを蹴り込んだんですね、はい、でその後の追っかけてたウィングの爪が甘かったんですけどね、はい、そうですね、さあ大きく飛ばしました。向こう側右オープンです。ここで突っ込んでいって一つポイントができました。そしてまだボールが生きています。さあループ曲がってきました、それから足していきます。9番の堀越です。そして堀越が蹴る、相手の背後にボールを上げました。10番デビッド・クック、クックが持って出ました。難なく持って出ました。今堀越、はい、ナイスプレーですね。そうですね、オクソードをヒヤッとさせました。ここでループのような格好で走ってきましてね、はい、やっぱり人数余していくと、はい、オクソードといえどですね、ディフェンスが足りなくなりますね。なるほど、これはタッチです。足が出ていました。さあクイックスローですぐにボールが入っています。さあここから日本展開していく、前へまず突っ込んでいって二次攻撃に入ります。あーボール落とした、10番の平尾ボール落としました。ノックオンです。今しかし取っていればいいプレーだったんですがね、10番の平尾副キャプテン、ここにボールが一つポイントができてここからですよね。そうですね、ここから出しますとね、はい、相手 のフランカーとかナンバー8がいませんのでね、はい、2戦防御弱いんですね敵は。なるほどね、13番のエバンズ、そのエバンズがかわす、いいステップを切りました。しかしこれ出されました。ライン際をうまいステップを踏んできました13番のエバンズ、しかし日本のタックルに遭いました。オクソードはこの日本のフルバックですね、はい、向井ですね、はい、これ非常にいい選手だと評価してますね。ああそうですか、はい、キャップ数は12あります。日本のフルバック向井、東芝の時もなかなか活躍してましてね、はい、さあオクソードに反則、堀越が15メーターのところからちょん蹴りから突っ込んでいきます。ポイントを1つ作った、そしてラックを作ります。スクラムになります。今のプレーです。今ぶつかった選手、桜庭ですか、桜庭ですか、はい、4番の桜庭がちょっと痛んでいるようです。今年からイム心得者という肩書きでこうして入ってまいります。さあボールが入りました。ハーフウェイラインの上、堀越ボールを出す、1人飛ばしました。そして今度は逆に、さあボールが日本、しかしボールが落ちました。このテンポからどうするか、相手の背後にちゃんとボールを上げました。さあ突っ込んでバーッと落とした。しかしオクソードボールをつないでいます。オクソードボールをつなぐアドバンテージを見ていました。そしてフォワードが突っ込んできて、そして6番のウッド、ポイントはここで反則はオクソード。話さなかったんでしょうか、そうですね、はい、さあ日本早い展開です。間に1人入ってきました。フォワードが1人入って、そしてラインにもう一度ラインにつなぎます。向こう側12番の今駒です。今駒がずっと走る、さあ1つかわす、そしていいフォローがあった、これもう1つかわす、トライ、日本トライ
最後は5番の大八木です。キャップ数17、伏見工業から同志社、そして神戸製鋼、社会人の大八木が決めました。さあ今のプレーです。そう、はい、サポートが良かったですね。そうですね、なかなか、ええ、これ大きくゲインをして、はい、ええ、これ2人待ってたんですね、オクソードは、はいはい、いいサポートがありました。26歳の大八木が決めました。さあこれで4点を返しまして20対4、後半の21分が経過しています。キッカーは10番の平尾。さあこのゴールキックは入りません。スタンドから歓声はため息に変わりました。日比野監督が腕組みをしていますが、先ほどのプレーです。ここのところのサポートが良かったですね、はい、日本のラグビーがこれから強くなっていくための一つの思想の方向っていうのがね、ここで分かるような感じがいたしますね、そうですね、はい、20対4といたしました。日本あと16点届くでしょうか。オートメーションの A の前にいろいろな頭文字がつくようになりました。プロセスオートメーション、ファクトリーオートメーション、ビルオートメーション、オフィスオートメーション、みんな横川電機の技術です。豊かさのためのオートメーション、横川電機です。後半の22分が経過、キックの応酬でしたが、日本陣内オックソードボール。さあそのオックソードにタックルです。13番のエバンスがボールを持ったところ懸命にタックル。さあカークが左へ、フルバックのクックラックになっています。笛パイルアップ。さて後半も23分今経過したところですが、一つトライを取りました。一つ方向がこう分かったような、そういう感じもしましたしね。そうですね、はい、ノホムリがですね、はい、縦にバーンと突っ込んで、はい、ポイント作ってる相手のセンターちょっと出足遅いですからね、はい、でその後いいタイミングでボールを出すとチャンスになってますね。なるほど。14番の国沢、明治大学からトヨタ、オールジャパンのメンバーとしては新人です。これが非常に多いですね。そうですね、ノータッチです。さあ今度はカウンターアタックに出ます。ウィリアムズ走る。ウィリアムズぐーっと一人かわしました。ライン際、そしてこれ出される。しかしそのライン際からまた前へ出た分だけ稼ぎました。14番のイアン・ウィリアムズ、オーストラリア代表、キャップ数は10、国際級の選手になりますとこの辺りがちょっと違います。さあボールが入って大八木、ナイスキャッチですね、はい、今さあ出ました向こう側へ。ベッシーが追ったが手に当ててボールは内側、足が出ました。ベッシーの足が出ました。日本ボールになります。先ほどのボールポイントからまた12、3メーターでしょうか、前に押し戻しています。日本今度はバックスタンドサイドになります。さあノックバックしました。ボールはちょっと流れていますが、これはオックソードに反則がありました。そうですね、はい。さあ早い展開です。向こう側へ、さあフランカーボールを取った。そしてライン際、これ捕まりました。2人がかり、今度はオックソードボールです。ここでのフォローが一つ欲しかったですね、
見ましょう。今のプレーです。7番フランカーの宮本が来ていまして、そしてここです。そうですね、今、はい、ノホムリンドーグがポイントになってですね、それから揺さぶりかけてたんですけどね、少しあの活路が乱れてきたようですね、はい、展開ラグビーができてきた、そういう感じがいたします。まあ、こういうサインプレーも含めましてね、はい、動き出しますとオックソードの場合には、まあ、言ってみれば個人プレーが中心という形で来てますからね、はい、5番のトロイ・コーカーが治療を受けています。ここ10分ぐらい前からですね、はいはい、オックソードちょっと疲れてる、動きが少し緩くなってるような感じがしますね。なるほど。まあ、オックソードは日本に来ましたのが15日、だいたい3日おきぐらいにずっと試合をしてますから ねそれとほとんどあの、はい、雨模様の涼しい気候だったですから、はい、今日は彼らにとってはかなり暑いのかもしれませんね。なるほどね。まあ、この辺日本としては狙っていってですね、はい、マイペースになってますからね、はい、まだまだ十分追いつける点差ですからね。オックソードをよくご存知の方に聞きますと、まあ、日本の軽井沢のようなそういう気候を考えていただくとちょうど合うんだと言っていらっしゃいましたがね。ですからちょうどこの時期で、急に晴れますと暑い感じがするかもしれません。さあチョンギリから日本サインプレーを見せる。さあここでつないだナンバー8ラト、そして突っ込んでいきます。4番の桜庭、一つポイントができた。ゴールラインまであと12、3メーターです。さあ堀越から今度は右へラト、そして入っていく。ゴールトライ、日本トライ。最後は12番の今駒、オールジャパンメンバー、日本代表としては新人、生田高校から早稲田、今年卒業、オール早稲田でこのオックスフォードと第一戦をすでに戦っています。さあ今のプレーが出ます。ここで一つポイントを作るんですね。ラツーですね、はい、ここはよくゲインライン切ってずっと前に出たんですね、はい、そうですね、このポイントからもう一度ボールが出てきます。右へ、そしてここはつなぎました。12番の今駒です。非常に今駒は非常にスピードのある選手なんですね、今体が柔らかいので、先ほどもいい、はい、あのフットワーク見せてましたけどね、はい、これで20対8、日本2トライ、ゴール決めたいですねさあどうでしょう。これもダメ、ゴールは決まりません。2トライで8点、8対20と日本は2トライを返しています。息子のショーンは彼なりの小さい窓で、母親の私は私なりの大きな窓で世の中を見ています。そこで感じたことを経験したことを教えたり教えられたりしていると、お互いの窓が2倍にも3倍にも大きくなっていくんです。そんなことがコミュニケーションだと私は思います。人の間に KDD バイオテクノロジービルオートメーションコンピューターグラフィックス CT スキャン、昨日までのエンジニアの夢がどんどん現実になってきた。ハイビジョン、リニアモーターカー、ファクトリーオートメーション、オプトエレクトロニクス、スペースコロニー、テクノポリス、エレクトロニクスを支える横川電機からデジタルオシロスコープ新登場、計測制御情報の横川電機です。後半のまもなく30分になろうというところです。日本に反則がありました。ペナルティーキックを得ましたオックソード。位置は、10メーターラインから 2,3 メーター日本側に入ったところ。今ここでレートタックルの反則ですね、はいはい、日本が遅すぎるタックルですね、はい、さあこの位置ですとスミスにとりましてはそう長い距離ではありません。十分に狙える距離というより楽な距離というふうに申し上げましょう。さあ蹴りました、距離はあります、入りました。これで23対8といたします。スミスのキックです。正面からご覧いただいています。
第一戦のオール早稲田でもそうでした。ワンチャンスで追いつけるというところでオクソードは力を出しました。そしてね、あの、はい、第4戦の東芝府中戦でもここという時にはぐっと引き離す力を出しますね。そうですね、はい、ここで2トライを日本が返して、はい、まあ、12点2チャンスというところでね、はい、またこれポッとこう取りますね、ここがまたちょっと違う点の取り方、ゲームの流れといいましょうかね。そうですね、はい、まあ、そういう意味からも、はい、ここ10分ぐらいがですね、はい、非常に日本として大事な局面ですね。はい、あと残り10分少々です。ここをどう日本が展開していくか。カークが蹴りました。さあラインアウトになります。さあボールが入ってすぐに返して、しかしこれは5メーター行ってないようですね。そうですね、はい、スクラムを取りましたね。ノットファイブ、はい、オックスフォードがスクラムを取りました。さあスクラムには自信があります日本フォワード。さあ持って出ます。スクラムサイドをつきました。しかしよく倒しました。やっぱりこうしてタックルで、ね、倒すと反則が出ますね、オクソードも、はいはい、さあ展開していきます。フルバックラインタッチして向こう側懸命に走ります。14番の国貞、国貞一つここでタックルポイントができている。さあどちらもボールが出るか。日本出れば面白い、日本出れば面白いが、あっとスローフォワードかな、これ何でしょう、ノックオンでしょうかね。そうですね、はい、最後ノックオンかなかのようですね。そうですね、ボールを落としたようですね。いい形になったんですが、あそこでもう一つパスした選手がですね、はい、外側にフォローサポートでついていくとですね、はい、ディフェンス相当かく乱できるんですね。まあ、かなりのホームリーが入ってきましたけどね。この試合のレフリーはピーター・ロバートソンさんですが、スコットランドのレフリーですが、ちょっとあのノックオンがですね、なんとなくこうスローフォワードのようなジェスチャーになりますので、はい、ボールをちょっと落としたけどノックオンのようだ。さあ日本が押す。スクラムボールが出そうですが、スクラムは笛。んーと日本の選手に今のスクラムで反則ですか。そうですね、はい、ちょっと何でしょうか。さあペナルティーキックを得ましたが、堀越に何か反則があったの。堀越がオフサイドで出ちゃったんですかね。出ちゃった、はい、スクラムのオフサイドラインより前出てしまったということでしょうか。さあしかし日本ボールのラインアウトは 22m 内から入っている。おっと笛。さあ日本ペナルティーキックを得ました。チョンゲルから展開していきます。さあ、あっとボールがちょっとこぼれました。しかしこのボールをよく取りました。おっとボールを後ろの方にパスをした形になりましたが、誰が来ているか目に見えてませんでした、今国貞、はい、いいフォローしたんですけどね、さあラインアウトはオックスフォードです。残り時間はあと7分を切っています。ノックバックしました1番のウィリアムズです。さあそしてカークが蹴ります。タッチへ。こういう位置ですと確実にタッチを切っていきます。デビッドカーク。さあラインアウト、オックスフォードがノックバックしました。そしてこのボールを回す。22メーターラインの内側から蹴ります。しかしこれはノータッチだ。11番の吉田。さあ吉田ステップを切っていく。1人かわして2人がかりで倒された。ボールを離さなかったのかな。そうですね、そうですね、はいはい、吉田がボールを離しません。ノットリーズダーボールを取られます。オックソードがタッチへ。これはかなり距離が出ました。10番のブライアン・スミスです。さあ日本ボール、2番の広瀬が入れました。ボールを転したのはオックソードですが笛。スクラムになります。日本ボールのスクラムです。スクラムいいですね、はい、タッチへ。
しくはノータッチだ。さあ井戸を行く、足にかける、足にかけてしかし外を出ました。スタンドオフ10番の平尾がいいところに来ました。今吉田ですか、吉田ですか、11番いい、はい、忠実に追いましたね。そうですね、はい、11番の吉田、明治2年生です。バスタ明治それぞれ2年生が1人ずつ、日本代表に19歳の若い選手が2人入っています。さあポイントを作っていますのはオクソードです。このモールからモールをぐるっと回しました。オクソードがそのままモールでずっと押していきます。ドライブモール10メーターラインのところまで押し戻しました。上オクソードボールです。やはり最後はこれで、はい、やっぱりこれは切り札ですね。あ、なるほどね。しかしフォワードはですね、日本の方が体重勝ってるんですが、このモールの技術というのはまた別なんですね。これグッとプッシュし、はい、入れたいところですね。日本は、はい、スクラムは優先になってますからね。そうですね、はい、すぐにボールを出しました。スクラムの背後にボールを上げています。14番ウィリアムズが来ています。味方同士でぶつかりました。スクラムになります。オクソードが味方同士でぶつかりまして、日本ボールのスクラムになっています。スクラムが潰れます。昭和27年に初めて日本にやってまいりましたオックソード。日本が去年はオールブラックスを迎えましたように、世界一流どころといろいろお付き合いができるというそういうラグビー協会に成長いたしましたのも、このオックソードが戦後初めて日本に来た、それを契機にして、国際ラグビー一流どころと お付き合いをするようになりました。今回その西宮、はい、ラグビー場の改装記念もありまして、はい、オクソードを呼びまして、それで昭和昨日式典があったんですけど、はい、昭和27年当時のキャプテンの方がですね、はい、来賓で、はい、わざわざ英国から来ていただいてて、今日も、ね、熱心に観戦されてるはずです。はあ、その後昭和52年そして58年にはケンブリッジと帯同して日本にやってまいりました。日本でオックソードが敗れたのはそのケンブリッジと日本で戦いまして、ケンブリッジに負けたというのが1回だけあります。あとは全勝。この試合も後半の38分を手元の時計では過ぎています。23対8、オックソードがリード。まあ、本当堀越さんね、先日の東芝府中との試合では本当にあわや日本勝つかというところまで来ましたんで、今日期待したんですが、やっぱりこの全オールジャパンということになるとちょっと違うというのがこれも出てますね。そうですね、はい、必死になって向かってまいります。オクソード、さあしかしこれはノックオンでしょう。ボールを前落としました。しかしいい形でイアン・ウィリアムズがボールを取ったんですが ねなかなか思い切ったプレーしましたね。はい、はい、ちょっとラインが流れて感覚が広すぎたんでしょうかね。なるほど、そのオクソードのプレーをご覧いただきましょう。横に流れていきます。そうですね、はい、14番のウィニャムズ。さあその後日本に反則がありました。さあ時間はそれではありません。オクソード早い攻撃です。ダイレクトかな。これは何でしょうか。オフサイドを取ったんでしょうか。オフサイドですか、はい、その前のオフサイドを取っています。アドバンテージ見てたんでしょうけどね、はい、なるほど。日本にオフサイドがありまして、オクソードがペナルティーキックを得ています。手元の時計ではちょうど後半の40分。時間はほとんどありません。カークが小さく蹴って、そしてここでポイント。7番のカメロンから向こう側へ回していきます。11番のキャプテンベッシーが来ている。しかし日本ボールを取ったか。日本ボールを取って蹴る。さあ戻ってきます。12番のポルキングホーン、そしてこちら側です。蹴る。白い粉が舞いました。まだ時間はあるか。さあ日本のいいプレーを見たいですね。
時計をちらっと見ましたレフィー。日本ボールです。自陣深いところです。さあボールが入った。さあ5番の大谷、もう全部仕掛けてって攻めてってほしいですね。そうですね、向こう側へ回していく。さあ回したちょっとこれは途中に手が入りました。さあしかしこれをかわして走っていくの走る1人かわす今駒ですね。はい今駒が走る。そしてリターンパスです。リターンパスから1人余ってるぞ。余った中央にトライ内いっぱいを走りまして、そしてリターンパス、これで完全に余りました。日比野監督終了間際に、さあ今のプレーです。ここで一度ダメかなと思ったんですがね。ここですね、はいはい、ポーンと叩かれましてね。しかしここでよく取りました。ここで一度ラインに詰まります。内側にフォローがありました。国定ですか。国定ですね、国定ですね、はい。そして今駒が最後に中央にトライ。これで12点。国沢よく走りましたね、はい、そうですね。そして最後は今駒が決めました。今度は中央です。おーっとゴールポストに当たりました。そしてこれノーサイドの笛。よく戦いました日本。ファイナルスコア23対12。オクソードが第5戦もものにいたしました。日本依然として昭和27年オクソードが初めて日本にやってきて以来まだ勝てません。いやしかしながらオクソードの素晴らしいプレーを随所に見ることができましたが、日本も最後には本当にいいところを見せました。そうですね、はい、まあ、踏ん張りましたね。本当に力出し切って。そうですね、これでオクソードが日本チームとはですね、日本では20連勝ということになりました。そうですか、はい。さあその日本ですね、今ジャージを交換していますけれども、大体日本の代表チームの目指しているものがですね、はい、出たかどうか、はい、あるいはそのあたりがですね、これからどういう課題を持っているのか、はい、堀越さんの目からご覧になってどうでしょう。後半になりましてね、はい、非常にそのやっぱランニングラグビー、サポートラグビー、はい、それが従来の日本のチームになかったものがですね、はい、今日いくらか見られたということで、はい、これから先に対して希望が持てる後半戦だったと思います、はい、特に今年このチームはですね、はい、キャプテン変わったり、あるいはそのベテランの選手が入れ替わって新人が入ったと、はいはい、新しいチームですだけにですね、はい、これから一つの方向がある意味じゃ見え出せたと思いますね、はい、そうですね、はい。さあそういう方向があって、そしてまた日比野監督の目指しますそのフィットネス、そして個人的なスキル、このあたりを鍛え、はい、そして今度はチームとしての力を蓄えていくと、はい、という、ね、戦術になってきます ね。あとそういう戦術面ではですね、はい、ちょっともっと攻撃がですね、もう少し多彩なですね、はい、いろんな攻撃仕掛けないとですね、はい、やや単調で、はい、走り勝つのももちろん大事ですけど、それと同時に変化のあるプレーと、はい、いうことが大事でしょうね。そうですね、後半随所に見せました、そういうね、変化のあるプレー、はい、そして、まあ、一つの思想として前へとにかく出るんだという、ね、はい、のが後半に見えました、はい、前半とにかくちょっと蹴りすぎたというところもありましてね。そうですね、はい、そういった反省と、そしてこれからの巧妙を見出すというところが2面今日は出たような感じがいたしましたね。そうですね、はい、このオックソードはですね、はい、日本に来日した最初の記者会見でですね、はい、ケンブリッジと今年の暮れ戦う、はい、その最初のですね、はい、チームをコーディネートするのに日本に来てこれから5試合、はい、本当にいい機会、オプチュニティを得ることができたと、こういうふうに言ってましたけれども ね。そうですね、はい、オクソードに勉強になりましたかどうかというところは、オクソードとしては逆にですね、はい、今日オクソード側から見れば、はい、いろんなそのいい点とあるいは問題点と、はい、よく出たんじゃないかと思いますね、はい、したがってまあこれからケンブリッジ戦に向けてチーム作りと本格的なシーズンに入っていくんでしょうけどね、はい、そうですね。そして、堀越さん一言、このチビノミヤラグビー場ですがね、はい、改装になりました、はい、素晴らしい芝の上でプレーをしてもらいました。本当にね、はい、これからイギリスのトイッケラム競技場と同じような扱いでですね、皆さんにご覧いただきたいですね、はい、そうですね、はい、
オックスフォード大学は、この後ですね、まあ、わずかな時間を残してイギリスへ帰るわけなんですが、一ついい思い出を選手には作ってほしいと思いますが、ここまではですね、はい、まあ、九州へ行きまして、そして九州至る所を見ました。そしてまた、はい、関西では京都が良かったと選手の皆さん言ってたようですね。そうですね、はい、そして奈良を見まして、やっぱり日本の歴史の深さにも関心をして、またイギリスと通じるところありますからね、そういった意味では、はいはい、そして東京戻ってまいりまして、東京いいところだとこう褒めてくれていました。一ついい旅行をしてほしいですね。そうですね、はい、日本代表チームがオックスフォードと戦いまして、まあ、これからどういうチーム作りをして、そしてまた、ますますこれからの日本のラグビーを引っ張っていくかというところになってまいりますが、まあ、一つの興味を見出せるというところもありまして、私ども大いに今日の試合は期待を持って、また満足をして見ることが、今後の期待を含めてね、できるんじゃないかと思います。本当に堀越さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。マイクロフォンサイド解説は日本ラグビー協会ルールコミッティ委員長の堀越めぐみさんでした。この辺で真相になりました。秩父宮ラグビー場からお別れいたします。目にはボールしか映らない。言葉は叫びにしかならない。そしてノーサイド。敵と味方が一つになる。熱い心が通い合う。ノーサイドの心でコミュニケーション。言葉を超え、国を超え、 KDD は明日の豊かなコミュニケーションを目指します。 KDD。 オートメーションの A の前にいろいろな頭文字がつくようになりました。プロセスオートメーション、ファクトリーオートメーション、ビルオートメーション、オフィスオートメーション、みんな横川電機の技術です。豊かさのためのオートメーション、横川電機です。この番組は人の間に KDD、 KDD 国際電信電話株式会社、オートメーションとエレクトロニクスをテーマに豊かな社会づくりに貢献する横川電機の提供でお送りしました。醸造といえば菊政宗、辛口のうまさここに極まる、すっきり辛口菊政宗本醸造。二人はとてもディテールな関係です。どこまで見える、ここまで見える。